中国ではたくさんの王朝が存在したが、短命だった王朝もたくさんある。今回は三国時代を終わらせて新王朝を樹立した司馬懿を解説するぜ。諸葛亮の最大のライバルだった司馬懿の孫ね。そういえば司馬懿のことは大体知っているけど、司馬懿のことはあまり知らないわね。諸葛亮の死後は三国演義ではおまけ程度にしか書かれていないから、司馬懿はメジャーではないな。ゆっくりしていってね。司馬懿は成晋の初代皇帝で、死後は武帝だ。歴史上成晋と呼ばれるが、動画内では死んで通すぜ。魏から禅譲を受けて晋を立て、呉を滅ぼして、分裂状態が続いていた中国をおよそ100年ぶりに統一した。しかし統一後は政治への興味を失い、後の八王の乱の縁因を作ったと言われてるぜ。三国志の英雄、諸葛亮のライバルであった司馬懿の孫で、成晋の基礎を作った司馬昭の息子ね。司馬懿は父、司馬昭の敷いた路線に従って新王朝を創始した。天下を取るまでは英君だったが、天下を取った後は堕落していったぜ。司馬昭の王の封建や、異民族対策は司馬懿としては良かれと思っていたかもしれないが裏目に出たんだな。後から解説するが、後継者問題で最悪の選択をしたことも、八王の乱以降の混乱を引き起こした原因だぜ。後宮に大量に女性を集めるといった行動は、結果的に民衆の生活を苦しめることにもなったんだ。中国史上最大のハーレムを作った人物だったわね。236年、司馬懿は司馬昭と大元気、王宿の娘との間に長男として生まれた、諸葛亮が死んだ2年後だぜ。司馬昭は司馬懿の次男で、蜀を滅ぼした功績で新王、相国に封ぜられている。大元気は、魏の元勲、王老の孫にあたる人物だ。王老は五冠の検定、宗妃、宗英に仕えたことになるな。ちなみに父の王宿は、魏に仕えた政治家だが、256年に没したので、成晋王朝との関わりはない。司馬懿は幼少期から容姿と才能に恵まれて、関係にして人口、謹慎にして度量ありと評されたそうだぜ。九品中正制度に基づく合品を定める際、その出身地の課題群では比較の対象者がいない貴公子であった。超エリートってことね。ところで九品中正制度って何？九品中正制度は、宗妃が魏を建国した220年に制定した、寛大の長距離線に代わる管理等用制度だ。九品とは、一品から以下、九品までの9つに分けた品等、ランキングのことだ。そして、中正とは、各軍の出身者1名が政府によって任命され、その地の人に合品をつける役職。中正がつけた合品は中央政府に上申され、その品等に応じた官職が与えられるんだ。例えば合品において2品を与えられた人は、4等級下の6品の官に採用され、2品まで昇進できる。中正はその軍の合論に基づき、有徳で有能な人を選ぶという人材登用が目的であったが、次第に有力な豪族の指定が選ばれるようになったんだぜ。これが門閥化を進める原因となったのよね。司馬懿と比較になる人物を刺繍にまで、創作範囲を広げたところ帝目という人物が上がったそうだ。帝目は精神に仕え、帝目は、漢中博愛にして、謙虚温勤であり、才智を誇ることはなく、礼をもって上にことえ、和をもって下を遇した。幼くして収容したから、帝目が声を荒げることはなかったと伝えられる人物だ。世渡りはあまり上手じゃなくて、精神の元勲にはなれなかった人物ね。司馬懿に話を戻そう。爵位では司馬懿の功績で北平帝侯、自身の功績により新将豪公に封じられているな。官位も、旧時中、放射問い、中類将軍、三期常時、中五軍、中部軍、部軍大将軍を歴任したぜ。詳しくはわからないけど、貴公子として、おじいちゃんや、お父さんと同じような官職を歴任したのね。大使となってからは、曹操が上将になった時に曹丕が上将補佐となったのと同様、司馬懿も司馬昭の上将補佐となっている。実は、司馬昭は三男の司馬遊を後継者にと考えていたんだぜ。これは司馬遊が司馬氏の養子となっていたためであり、司馬昭は兄の方の家が司馬氏の正統と考えたからだ。しかし重臣の反対により、265年には司馬懿が正式に新王の大使とされているぜ。少し司馬遊の解説をするぜ。司馬遊は司馬昭の三男で、叔父の司馬氏の有志、初代皇帝の司馬懿の同母弟だ。他に同母兄の司馬帝国、両頭統計王、と、同母弟の司馬長、常用愛王、司馬光徳、交換将王らがいたが、皆創生してしまったために、彼が長兄の司馬懿に次ぐ有力後継者になったんだぜ。真珠、政権王殿は、次のような文で司馬遊を解説しているわね。司馬遊は礼でもって自らを戒め、過つことはほとんどなかった。人から書物を借りると、その誤写をきちんと直してから返した。行き届いた性質は人に過ぎ、自分の意味に触れられると涙を流した。
武帝であっても弟を軽視してはばかるところがあり、必ず言葉を選んで発していた。265年司馬昭の崩御により、司馬遠は新王と小国という父の爵位と官位を継いだんだぜ。この時点で禅譲に向けての体制は整っていたのよね。そうだな、同年には、重臣らと諮って、宗官に禅譲を迫って皇帝の位を奪い、新王朝を新と名付け、元号を大使と改めたぜ。新の初代皇帝となってから前世を敷いており、名君っぽい動きをしていたのよね。その通りだ。義王朝の官僚はそのまま採用したが、義王朝から風潮を変えようとしてたんだ。義の贅沢な風潮を一掃しようとして倹約の詔勅が発布され、蔵にあった贅沢品は可視されたんだ。義の酷迫な政治に対して、仁徳に基づく寛厚な政策を、特に官僚の任用において実施した。大使律令という刑法の律と行政法の令に大別される法律を作り上げてるぜ。義、五官の喪失を禁錮から解放し、職官の人物も多く採用したんだぜ。例としては、宗妃の弟の宗職、諸葛亮の孫の諸葛亮の登用が挙げられる。また、義の時代に芝氏の意向で抽出された人物の指定も任官している。戦乱時代の制度、失任制度を徐々に廃止していった。失任制度って？失任制度は地方に赴任した地方長官や遠征中の将軍、武将の指定を落用に人質として留め置く制度だ。司馬遠は本当に優しい政治をしていたみたいね。司馬遠の最大の偉業は呉を滅ぼして三国を統一したことだろうな。確かにこれは、司馬にも、司馬氏、司馬将にもできなかったことね。でも、国のサイズからいけば後の討伐も簡単だったんじゃないの。確かに呉は尊権の死後、後継者争いのバタバタが続き弱体化していたのは確かだが、陸遜の息子陸光なども健在だった。呉を滅ぼそうとした司馬遠は、陽光と徳慶州処分時に任命したんだぜ。陽光は民をいぶし、呉の降伏者にも寛大な態度で臨むなどし、内政、民政に手腕を発揮した。呉が何度か城陽へ侵攻したため、呉の石城の鎮守軍を撤去させるなどの活躍をして、社稷将軍まで昇進したぜ。272年、呉の西凌徳であった保線が、城を挙げて降伏してきた。呉の陸光の討伐は迅速だったが、降陵まで進んだ陽子は、慶州獅子の陽長を陸光と退陣させた。しかし、陸光の優れた知略傭兵の前に撤退を余儀なくされ、保線を切られてしまったぜ。274年、陸光が亡くなるといよいよ呉討伐の時期が熟してきたんだ。278年、陽子は豊に後を託して病没した。豊が上層しても、まだ呉へ出兵する重臣たちがいたほど、呉は恐れられてたのよね。279年、司馬遠は呉討伐の御事の理を発布し、東西から20万の大軍が退去して呉を攻めたぜ。280年、ついに秦による統一を達成したんだぜ。司馬遠は偉業を成し遂げたのね。統一後の司馬遠は朝政への興味を失ったんだぜ。司馬遠は早速二つの施策を実行している。二つの施策って、周軍の軍備の撤廃と徒長式の実施で、どちらも戦争状態から平時返還だと言える。周軍の軍備の撤廃は、平和ボケした政策だったと非難を浴びることになるが、司馬遠の意図は周氏や軍隊主を民政官に戻すことにあった。内乱や異民族が侵攻してきた場合はどうするの？長安、巨匠、行野と徳が対応するし、最悪落葉から金軍が出兵するんだ。徒長式は、呉という敵国がなくなったことによって整えられた税制で、宣伝、家伝制と呼ばれる。宣伝は自作農を対象にした規定で、家伝は旧屯田に対する規定だぜ。これは司馬遠の業績の一つだと数えられているわね。司馬遠は、統一後の国家の基盤形成を怠ったことになり、秦が早く滅亡する要因ともなったと言われる。例えば、一族27人を軍王として各地に封じ、土地と兵力とを与えたぜ。これは義が皇族に力と土地を、あまり多く与えず、皇族の力が弱かったことが滅亡の原因となったと考えての対策だったんだ。それが残念ながら秦が早く滅亡する要因ともなったんだ。司馬遠が皇族を各地の王に封じた上で軍権をも与えたことは、かえってこれら皇族間の争いを、誘発することとなり、八王の乱の原因となったと言われている。全国を司馬姓の王で固めようとしたのがうまくいかなかったのね。曹操のやり方の反対を実行したんだけど、うまく機能しなかったみたいね。五冠末の混乱期から、郷土、戦費といった異民族が中原の地に移住するようになり、従来の肝心住民と問題を起こすようになっていたんだぜ。自由寺の各金は、統一した機会にこれら異民族を辺境に戻すべきだと上奏したが、司馬遠はこれに聞く耳を持たなかったと言われる。異民族に対して、異民族投与官を新設、多数設置して看護させたが効果的には機能せず、これら異民族が河北で騒乱を起こす原因ともなったんだぜ。異民族対策もしていなかったわけじゃなかったのね。主導権を持って解決しようとしなかったことは確かだな。
司馬遠は一時的に中国を統一したが、その死後、秦は八王の乱で疲弊したんだ。司馬遠のこの中で八王の乱を生き延びたのは、海帝と五王司馬遠だけだったんだぜ。秦は栄華の乱で孫の敏帝、司馬遠の子の代で短命のうちに滅亡してしまった。敏帝の死去により、司馬遠の子孫は現在に伝わっていないんだぜ。祖父、司馬懿の嫡系子孫と父、司馬昭の子孫も断絶することとなったんだ。司馬懿の四男司馬忠の孫、司馬遠の十甥である司馬栄が江南に東進を建てた。その後も長く群雄割拠の時代は続き、本格的な統一王朝の出現は楊堅による隋の統一以降となるぜ。せっかく三国統一を果たしたのに残念な結果に終わったわね。司馬遠は、中国史最大のハーレムを築いたことで有名だ。長女職家だったことでも知られているぜ。273年には、小曲をもって女子の婚姻を暫時禁止し、自分の高級に入れるための女子を5000人選んだ。5000人もどうするつもりだったんだろう。驚くなかれ、さらに後を滅亡させた後の281年には、この皇帝尊皇の高級の5000人を自らの高級に入れたぜ。合計1万人もの宮城収容した広大な高級を、司馬遠は毎夜、羊に引かせた車に乗って回ったんだぜ。どうして羊なの？馬より、牛より、ゆっくり歩くからだぜ。この羊の車が止まったところの女性のもとで、一夜を共にしてなさってたんだ。そこで、宮女たちは自分のところに皇帝を来させようと、自室の前に竹の葉を刺し、塩を持っておいたんだ。どうしてそんなことするの？羊が竹の葉を食べ、塩を舐めるために止まるからだ。この塩を盛るという故事が、日本の料理店などで盛り塩をするようになった起源とも言われているんだぜ。司馬遠の影響が日本にもあったのね。こんなに高級を充実させると、さぞかし民衆の負担は大きいものだったでしょうね。具体的に民衆を苦しめた記述はないが、想像はできるよな。289年、司馬遠は長年にわたる後院がたたり、病の床に伏せったんだ。290年、司馬遠は56歳で崩御したが、後継者問題で最悪の選択をしているぜ。最悪の選択って？実は、問題は司馬遠の生前から始まっていたんだ。皇太子の司馬忠が暗愚だから、司馬遠の12歳年下の同房弟で優秀だった西洋司馬遊が後継に期待されていた。ところが280年、司馬遊に対する西への帰国を命ずる詔勅が下ったんだぜ。司馬遊は西洋だったからな。司馬遊は、英将軍として軍事を統括し、社稷将軍、陳軍大将軍と進んでいる。278年には、司空となり三公の地位につき、侍従と大使大夫を兼ねて、積極的に検索もしていたんだぜ。新王朝の中席だったのね。重臣たちが司馬忠より司馬遊を皇帝に従るので、司馬遠は司馬遊を排除することにしたんだ。司馬遠は、周囲の官源を封鎖した上に司馬遊を支持する派閥を徹底的に粛清した。この一連の迫害は、司馬遠は大使の司馬忠が無能で惰弱な性格であり、洛陽で疫病が流行した際に司馬遠も重病に倒れたことが、司馬遊排除の動きにつながったとされる。司馬遊は納得していたの？司馬遊は納得しておらず、283年に死去したんだぜ。司馬忠の解説をしておくぜ。司馬忠は司馬遠の次男だったが、兄の司馬騎が夭折したため後継者に早くから指名されていたぜ。267年、皇太子に立てられたが、重臣の間でも司馬忠の資質は危ぶまれており、和今日は皇太子は非常に素直な性格ですが、今の世の中には偽りが多く、おそらくは皇帝の責務を、果たすことはできないでしょうと司馬遠に還元したぜ。また栄冠は宴会の席において皇帝の椅子を撫でてこの座を惜しむべしと述べ、遠回しに皇太子配列を進めた。なんだか危ない人物を選んでいるわね。278年、司馬遠は詔書の業務について司馬忠に決裁させ、大使にふさわしいかどうかの試験としたぜ。司馬忠はこれに答えられなかったので、河南風は家臣にバレない程度に代筆して司馬遠に提出したんだぜ。司馬遠はこの回答に満足し大いに喜び、皇太子配列は取りやめとなった。河南風は司馬忠の奥さんだけど、後々問題となる人物ね。その話はまた後で。司馬忠は、側室の社丘との間に司馬懿を設けたんだ。司馬懿は幼い頃から頭脳明晰であり、司馬遠から寵愛されたぜ。司馬遠が暗愚と言われる司馬忠を後継ぎにした背景には、愛する孫に対する過大な期待もあったらしい。司馬忠は即位すると、皇后楊氏を皇太后に、太子妃河南風を皇后に立てた。朝廷は暗愚な司馬忠に代わって楊氏の父である太傅楊春が実権を握っていたんだ。ここからは河南風の話だ。河南風は楊春一派を排除するべく、殿中中楼毛官、李朝、宦官の東毛らと共謀して陰謀を練った。はじめに皇室の重鎮である女南王司馬陽を誘い入れ、次に祖王司馬懿を誘い入れたんだ。
291年、河南プーラはクーデターを起こし、楊俊やその一党を中佐したぜ。楊氏は山賊皆を死となり、皇太后の楊氏は庶民に落とされて金陽城に監禁された。芝中は何も手出しができないのね。河南プーは相次ぐ粛清で、過失、妹の籠の子、各将来一族と共に、朝廷の実権を握ることに成功したんだ。河南プー自身は執政に関わることはなく、もっぱら遊興にふける日々を過ごして、その隠逆は日々ひどくなったんだぜ。300年、ついに河南プーは皇太子芝一をも撲殺している。同年、河南プーは実に追い込まれた。芝中の治世には八王の乱と呼ばれる権力闘争が相次ぎ、自身もこの乱に翻弄され続けたぜ。八王の乱は、中国の王朝新、精神の滅亡のきっかけを作った皇族同士の内乱だね。秦は三国時代に終止符を打って全土を統一したが、その平穏はわずか数十年で崩れ去ったのよね。この後、中国は隋が統一するまでのおよそ300年にわたり、再び動乱の時代になったのね。実は、芝縁は何でも受け入れる器の大きい人物であったというエピソードが残っているぜ。わかりやすいように会話形式で紹介していくぜ。どんなエピソードか楽しみだわ。まずは、このラストエンペラー孫皇との会話だ。芝縁が孫皇に陳はこの席を用意して、長いこと今日を待っていたぞと言ったそうだ。それに対して孫皇は秦も南方で、席を用意して陛下をお待ちしておりましたと答えたぜ。孫皇は秦の皇帝の芝縁に対してなかなかのブラックユーモアね。芝縁が南の人は、お前という言葉を用いた詩を作るのが好きだというが、孫皇も作れるかねと聞いた。すると孫皇は、昔はお前と隣同士、今ではお前の家来だよ、お前に一献進ぜよう、お前の長寿を祝うためと歌った。芝縁も面白がっていたのかな。芝縁とその姉妹婿の王妻が孫皇の前で碁を打っている時、どうして人の顔の皮を剥いだのかねと芝縁が孫皇に聞くと、王妻が碁盤の元で行儀悪く座っているのを見て、孫皇は主君に無礼を働く者があれば剥ぐのですと答えた。陳寿は三国志においてご最後の皇帝であった孫皇を厳しく批判しているけど、そんな孫皇をも赦免されたのは芝縁の寛大なる恩、過度の厚遇ではないかと記しているわね。陳寿では芝縁が自分は寛大の皇帝の誰に匹敵するかと司令皇位勇気に聞いたと記されている。勇気は当時安君の代表とされていた官邸、霊帝と比較できると答えたんだ。芝縁はブチ切れたでしょ。芝縁はそれに対して少し厳しすぎるのではないかと言ったらしい。勇気は官邸、霊帝は売還していた金を国庫に入れていたが、陛下は指紋に入れている。そこだけを見れば官邸、霊帝以下であると答えたんだぜ。さらに言われてるのね。芝縁はこれを聞くと大笑いして、官邸や霊帝の時代には、こんな言葉を聞くことはなかった。今は極限の死がいるから同じではないだろうと答えたそうだ。三騎常時集団はこれを聞いて、芝縁は明君の代表格であった文帝に勝ると言った。芝縁は売還によって私腹を肥やしていたのに、還元について応用な態度を見せていたのね。最後は当該の名誉を回復させたエピソードだ。当該は三国志の職の滅亡に貢献したけど、反落者とされた人物ね。芝縁が諸葛亮の治世について質問したところ、反権は、自分の悪い点を知らされれば必ず改めて、過ちを強引に押し通すことはせず、懲罰の間違いのなさは、神明を感動させるに足るほどでしたと答えたぜ。芝縁が立派だ、わしが諸葛亮を手に入れて自分の補佐役にしていたならば、今日の苦労はなかったであろうと言ったんだぜ。聞いた判権は、私が密かに天下の噂を聞きますに、皆当該が無実の罪を着せられていると申しております。陛下はご存知でありながら処理なされません。これは封筒の連覇、李牧を手に入れても起用できない。という言葉に当たらないでしょうかと言ったぜ。芝縁は笑って、わしはこのことをはっきりさせようと思っていたところだ。君の言葉は、わしの気持ちを呼び覚ましてくれたと言って当該の無実をはっきりさせたぜ。わかりにくいけど、懲罰を正しくするということかな。文帝は偽証を不当な扱いをしたのよね。芝縁は暗君ではあったけど、暴君ではなく、むしろ何でも受け入れる人物だったのね。今回は秦王朝の初代皇帝芝縁を解説してきたぜ。三国時代以降がグダグダになっていくのは芝縁が原因だったのね。それにしても統一後の芝縁は朝政への興味を失ったとまで言われる変化の原因は何だったんだろう。よく歴史に出てくるようなこのためだけに生まれてきた人物だったのかもな。三国時代を終わらすためだけに生まれてきた芝縁か。中国史には魅力あるキャラクターがまだまだたくさん活躍してるわ。紹介してほしいキャラクターがいれば、コメント欄にお願いしたいぜ。ご視聴ありがとうございました。